将棋の千日で、屈伸運動いたしましたジャンボ鶴田、対角線上に向かい合います。手四つの体勢になりましたホーストホフマン。ジャンボ鶴田はあっとうまく足をフックさせた、そのまま抑え込みに行きます。ブリッジで殻を出て逃れましたジャンボ鶴田、あっとそのお腹の上に全体重をかけました。118キロのホーストホフマンであります。技合戦、おっとボディーシザースに捉える、ボディーシザースに捉える。この辺りの変わり身の速さ、ジャンボ鶴田非常に成長いたしました。相手は世界の技師ホーストホフマンです。もつれ合い、ボディーシザースがっちりと決め込んでいる、落差があります。これはいい技だ、いい技だ。ジャンボ鶴田、さすがにこのバネをご覧いただきましょう。23歳、世界の輝ける星ジャンボ鶴田、素晴らしい腰の強さを見せました。ホーストホフマンもチャンスがあればそのままカバーに入るような体勢であります。最新の情報におきますと AWA の王座を狙うビル・ロビンソン、このビル・ロビンソンよりも実力的にはこのホーストホフマンが上というような評判を聞いております。コンテンダーのナンバーワンにのし上がっているホーストホフマンでございます。ホフマンでのバランスがいいですよね。いい選手ですね。それであの攻められている体勢からね、はい、逆に入っちゃう、ね、あっとシュミット流のバックブリーカーだ。ワンハンドです、ワンハンド、シュミット流のバックブリーカー、あの体勢からよく持っていきますね。松田さん、そうですね。もう一回抱え上げて、またしてもバックブリーカーです。立て続け2連発シュミット流のバックブリーカー。相手の動きを見ているホーストホフマン、ちょっと腰を打ちました、背中を打っています。首に手を入れて大きく抱え上げ、もう一回3連発だ、強烈に決まります。世界の技師ホーストホフマン、シュミット流のバックブリーカー3連発、これは効きました。足を取る、取らせません、バックに回りました。足の取り合い、今度はコブラツイストの体勢、グランドコブラに持っていくか、体勢がぐーっと広がりました。